豊橋豊です。今回は WLトイズ104001 のタイヤと六角ハブを交換しようと思います。使用するタイヤはこちら。タミヤ OP1186 デュアルブロックタイヤ系です。フロントが618円。リアが691円でした。インナースポンジも付いているのでお得です。組み合わせるホイールはこちら、タミヤ SP1580 フロントディッシュホイールです。1100円でした。インナースポンジのおかげで、純正タイヤより硬いです。リアホイールはこちら、タミヤ SP1581 リアディッシュホイールです。638円でした。タイヤをホイールにはめる動画を撮り忘れました。スポンジを挟まないように注意が必要ですが、説明書通りにやればそんなに難しくないと思います。六角ハブを外します。純正の六角ハブはプラスチックですが、今回はこちらのアルミ製六角ハブを使用します。5mm、6mm、7mm の厚みが4個ずつセットで587円でした。タミヤ製と比べると激安です。ホイールのオフセットが違うので、リアには 7mm を使用します。そのままつけるとスポスポです。このまま固定ボルトを締めても、スポスポのままで固定できません。多くの方が許容トルクを超えて締めてしまい、ネジを舐めてしまいます。対策としてプライヤーで少し潰して穴を狭くします。手でギュッと押し込んで入るくらいに調整します。こんなもんでしょうか。最初はスポスポでしたが、ギュッと押し込まないと入らなくなりました。ちょうど良さそうです。手で引っ張っても取れないくらいが良いので、薄刃で取り外します。ピンを入れて、溝の位置に合わせて、ギュッと奥まで押し込みます。付属していた六角穴ボルトで締め付けます。六角レンチの短い方でぐっと締めるくらいです。長い方で力を入れて締めると、トルクオーバーでネジを舐めます。反対側の六角ハブも交換します。このようにピンが落ちてしまうと、屋外だと見つけるのが大変です。締め付けて固定できる六角ハブだと、紛失の心配が少なくなって安心です。リアホイールを取り付けます。純正の六角ハブだと、2mm 以上悪くするシャフトが飛び出してしまいますが、7mm の六角ハブに変えたことで、ちょうど辛くらいになりました。フロント側も交換します。フロント側は純正の六角ハブのままでも構いません。
純正の厚みは 5.45mm。 購入した六角ハブの厚みは 5mm 厚のもので 5.55mm でした。交換すると 0.1mm 厚くなるのでほとんど変わりませんが、一応ピンの脱落防止と青い方がかっこいいので、5mm 厚のものに交換します。先ほどと同じように、プライヤーで少し狭めます。あ、ちょっとやりすぎたかな。きつすぎて全然入りません。縮めすぎました。縮めるときは何か挟んで潰した方が良いかもしれません。薄刃を突っ込んで少し広げます。まだ入りませんね。潰す方は簡単ですが、広げる方はなかなか広がりません。潰しすぎないように注意してください。今度は広げすぎて若干緩いですが、まあスポスポではないので、ネジで締めてみます。ん？ボルトが入っていかない。ボルトの頭が大きくて、溝に入らないようです。こちらの銀色のプラスネジも付属していました。5mm 厚にはこちらを使うようです。プラスの精密ドライバーで締め付けます。ホイールをつけてみます。ホイールナットは樹脂の緩み止めが先端についており、多少アクスルシャフトの方が出っ張るように装着しないと、緩み止めの効果が弱くなることがあります。もともとほぼつら位置でしたが、若干ナットの方が出ているかもしれません。ノギスで測ってみます。デプス先端をアクスルシャフトに当ててみます。ゼロでした。ナット先端に当ててみます。0.15mm でした。こちらはリア側ですが、リアの方がアクスルシャフトが出ているので、こちらは大丈夫そうです。反対側のホイールも装着します。ナットのかかりが浅くなったので、緩みが心配ですが、まあ許容範囲だと思います。タイヤ外径が大きくなったので、前回の動画で車高を上げる調整をしましたが、さらに上がりました。16
15センチくらい上から落としても腹落ちしません。手でぐっと押し込んでも底付きしません。私はよく河原や砂浜で走らせるので車高が高い方が良いと思いますが、カーペットや硬い土などの路面ではもっと車高を下げてロアアームが水平に近い方が良いです。もともとついてたタイヤはスポンジも入ってなくてベコベコですが、このタイヤはスポンジが入っているので自重であまり変形せず設置面積が小さいです。河原や砂浜だと逆にスタックしやすくなるかもしれません。お、ネロくん、邪魔しに来たのかい？今動画を撮ってるから後でね。ああ、六角ハブを食べちゃダメ。これは食べ物じゃないのよ。誤飲しそうなものはちゃんと片付けないと危険です。ウイングをかじらないで。はいはい、後で遊んであげるからちょっと待ってね。ミリちゃんと遊んできて。ちょっと相手をしてあげます。よじ登ってきます。どうしても抱っこしてほしいようです。何を訴えているのでしょうか。猫語がわかる人よろしくお願いします。仕方ないのでネロと遊んできます。新しいホイールの方がプラスチックが硬くて精度も良く、回転させた時のブレも少ないです。見た目もレーシーでかっこよくなった気がします。外形の違いはこのくらい、外形が大きくなった分最高速も上がるはずです。いかがでしたでしょうか。タイヤは消耗品なので安くて簡単に手に入るものを試してみました。次回は純正のサーボに不満があるのでなんとかしたいと思います。チャンネル登録してお待ちください。